ご注目 YouTube を使って月収100万円稼げるものすごい方法があるのですがそう思う気持ち分かりますでも本当なんです興味が湧いた方は説明欄の URL を今すぐチェック 時刻6時11分です。11月22日水曜日。今朝のコメンテーターは経済評論家、三橋隆明さんです。三橋さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ます今朝もいろいろニュースが入ってきています。三橋さんに話を聞くこのコーナー行きましょう。ニュース、目玉焼きまずはこのニュース。産経新聞、補正予算2.2兆から2.3兆円で最終調整。 政府与党は2017年度補正予算案の追加歳出2兆2000億円から2兆3000億円とする方向で最終調整に入りました。安倍政権の看板政策、人づくり革命の実現に向けた保育所整備などに加えて災害対応の公共事業に充てると出ています。一方で赤字国債の追加発行は避ける形で2017年度決算の常用金などを活用し財政再建にも目配りをするという いうことなんですね。また、財源不足を補うため、建設国債を数千億円追加発行するということなんですが、まず、三橋さん、この2兆円台という金額、えー、いかがでしょう桁が違う。違あ、あ、もう。 10兆円以上出さないといけない、はい、局面だけども、えー、まあ2兆円と、だんだん小さくなっていってるでしょ<ー>毎年毎年。でも、まあ建設国債,国債を数千億円発行するってことは、この分公共投資はインフラ整備は行われるでしょうね。えー、はいうん 桁が違う,が違う、うん、もう10兆はやらないと、うん、経済的にはよくなっていいかないしかもあの今年やればいいって話じゃないので、はい、まあ本当はね、えー、通常予算でどんどんやればいいんですよ、はい、でもそれ、ほら、例のプライマリーバランス黒字化目標でできないから、はい、補正って話なんだけど、補正もやっぱりだんだんち小っちゃくなっていってなん、えーうん、やっぱり気にしちゃうわけですよね。 よもく引っ張られますよ。また、あの、e、EU との EPA、経済連携協定との発行を見据えて、国内の農業対策として、2500億から3000億程度を当てる方向で調整するということです。うん、まあ、この農業対策への金額ですけれども、2500億から3000億。これ、どう金額はいいんですけどね。はい、補正予算やめましょうと。だって今年で終わりってことじゃないですか、<ー>これ。あ、そうですね。そう。えー、EPA 多分念頭に置いてんでしょうけど、はい、例えば、畜産業とか、はい、その、まあ、牛乳チーズ関係の方々が受けるダメージってずっと続くわけですよね。ねなんで一回の補正予算で終わるのと。<ー>だからなんか補正予算で発、要は財務省としては、いや、分かった分かった、農業大変なんだね、はい、と。じゃあ予算つけてあげるよと。ただし補正でっていうような形の妥協が図られてるとしか思えない。<ー>通常予算でやればいいじゃないですかね。<ー>でも毎年は嫌だと。 はい,い。そういう感じなんですよね。と、例えばですよ。もうこれ通常予算でやらないで、毎年補正予算でやるんですかね。とりあえずあのね、最近の<え>いい、あの、公共投資関係もそうなってんだけども、はい、それもいい加減するよってことですよね。えー、だ結局 PB 黒字化目標があるから、そうせざるを得ない。<ー>で、下手したらこれ、今年やって来年はないかもしれないです<ー>そしたらもうダメージもろに受けますからね。ええ。ま、あのね、いつも、三橋さんはその、まあ、こういう農業関係ってのは安全保障なんで、後ほ、はい、どお話いただく予定ですけども、この2500億から3000億 これは理にかなってる金額ですね。えっとですね、大体、日本の農業予算って1.5兆円ぐらいなんですよね。はい。はい。あの、予算ですよ。GDP が5兆円ぐらいなんですよ。はい。で、そこで2530億ってこれでかいですよね。はい。確かに。ただ、1年限りじゃないの、これと。はい。そこがやっぱり怖い。はい。続いてはこちら。日本経済新聞。中小企業継承へ税優遇拡大。 政府与党は2018年度の税制改正で中小企業の世代交代を促すため税の優遇を拡大します。えー、承継、ま、継ぐですね、非上場株式のすべて、まあ、現在は3分の2なんですけれども、これについて相続税を猶予して、そして事業を継続する限り支払わなくて良くするということなんですね。<う>えー、まあ、日本はですね、後継者なんで2025年には130万社近い中小企業が 廃業の危機に陥る見通しとということなんですで政府は、この事業の承継、まあ、継ぐことを円,円滑に進めるために、今後10年間を集中対応期間として、中小の成長力強化、あと M&A、合併とか買収ですよね、この市場整備などを含む緊急対応策のパッケージを打ち出すと。 この中小企業の対応というのは、これは、うん、これ、珍しくまたも。<laughs> いいです。これね、えー、要は、あの、例えばお子さんとかが、承継する際にですね、はいはい、その株式について、えー、その、相続税かかっちゃうんですよね。はい、まあ、免除あるんですけど、ぶん、えー、半分今日しか免除されないので。はいはいえー それはリスク高いですよね。特に、あの、儲けてる中小企業とかって、その、資本の金、資本金が、利益上位金が大きくなっちゃうから、増税が爆露になっちゃうんですよ。そうするとね、なかなか継げなくなっちゃうから、これを、それを猶予するって話ですよ。事業をやっている限り。これはいいんじゃないでしょうか。だから、あの、ま、継ぐ人がいる。そして、ま、あの、すぐに辞めなければ、あの、ね、しばらく、ま、ちょっといつまでとは書いてないですよね。まあ、一応、これはね、続ける限りってなってますけど、財務省が気が変わっちゃうかもしれないんだけど、 とりあえずいいんじゃないでしょうかね。はいはい。心配なのがですね、あ、次ますよって言って、2年ぐらいしてやめちゃうとなると。そうすると相続で。そうか。それがかかってる。かかってます。かかってます。ええ。だからやってる限りはかからないけれども、ええ、ということですね。私ね、今から日本って、超人手不足になっていくじゃないですか。中小企業の小回りが効く対人サービス系の事業って、基本的に儲かり続けると思うんですよ。だから、とにかく次でやれば、あの、事業広がるっていうふうに、特に地方。はい。が考えていただきたいなと思いますね。ええ。 そうすると、ま、続けて。続けることはできるはずです。儲け続けることもできるはず。ええ。ま、儲からなかったらね。ああ、なるほど。なるほど。儲かるんだったら、でもこれ、これですね。万が一儲かんなくて倒産しちゃって、さらに増用税とそうなんですね。大変なことないますね。心配ですよね。そういう部分について、やっぱ保険とかでね、対応していく必要があると思います。はい。さあ、そしてその政府与党はですね、税制以外の様々な政策も組み合わせて、10年の期間内に集中して、事業の承継というのを後押しします。生産性向上につながる あるような IT ここに投資したり事業転換したりする場合の資金の支援、あと償却後にですね追加後に必要な資金これを低い金利で融資する枠組み関係当局で調整するということです。あと経営者と後継者のマッチングを支援したりだとか、都市部の管理職らが地方の企業でも働けるよう兼業あと副業この規定を緩めることなども検討課題だということです。うん、まあ、三田さんねあの日本の企業とも急 99%中小企業と。まあ企業数ですからね。企業数。<の>はい。と言われてますから、はい、まあこうした対応というのは、これは大切とう、ね、そうですね。そうですね。はい。続いてはこちら。読売新聞。高所得者の年金控除縮小。 政府は年金以外の所得が少なくとも1000万円を超える年金受給者について増税する方向で与党と調整に入りました。年金にかかる所得税の負担を軽くする年金控除これを縮小するということなんですね。まあ、年金もらっているという年齢で、うん、高額の所得得ている人についてはですね控除額これに上限を設けることも検討するということなんですね。年金もらっている人の中で所得が1000万 年を超える人の年金にかかる所得税えこの負担を軽くする年金控除これを縮小するということなんですけどもこのアイディアどうでしょうか もう、工場つくそうでしょはい。普通に増税。増税ですよ。増税ですよね。そうです。結局だから、私ね、だから前も言ったけど、高所得者とかに増税するのはありだと思うんですよ。今の日本は、累進課税強化とかね。やってもいいんだけど、その分再分配しなさいよと、低所得者に、その発想がないんですよね。だからひたすら取れるところから取っていくってことだから、これは今回は高額の年金所得者だけど、次は低額来ますからね、絶対財務省は。じりじりと来るに決まってるので、そこの根本の思想を改めない限り、 このまま分配ありきで、じゃあ財源をという話は分かるんだけど、分配の発想がないからね、日本政府は。もう取るだけ取ってね、そう、で、借金返済やってるんですか、何やっとんだと、ただですね、増税となる、事実上、増税となる高齢者の反発を招く恐れもあるし、国内の働き手が不足する中で、高齢者の労働意欲をですね低下させる懸念もあるということなんですがね。 まあ、確かにその、働いていっぱいお金もらっても、税金で引かれちゃうんだったら、だったら働かない方がいいかって、それね、よく言われるんだけどね、あんまりそれないですよ。あ、そうですか。実は、前より働いて、金稼ごうっていうふうになるのが普通なんだけどね。ただ、それ以前の問題として、いや、増税いかんだろうという、そのデフレの時に本当にひたすら増税していきますね、財務省はね。ええ、まあ、高額だったらね、やっぱりやる、働くんでしょうね、きっとね。働きま微妙なところだとね、ええ、じゃあいやなんて思うかもしれませんけどね。はい 続いてはこちら。毎日新聞。ジンバブエ、ムガベ大統領辞任。アフリカ南部ジンバブエのムガベ大統領が昨日辞任しました。ムガベ氏は1980年の独立以来37年間にわたって実権を握り続けてきた世界最高齢の ま、大統領ですよね。え、93歳です。独立の英雄として評価される一方、政権維持のため野党を激しく弾圧し、欧米諸国から独裁的と批判されてきました。まあ、今後はですね、えー、前、うん、副大統領を中心とした暫定政権が発足する見通しということです。えー、ま、37年間実権を握り続けてきた。うん 九十三歳の大統領ですよね。はい。え、まあまあいわゆる独裁者ですけどね。でね。うん、であのジンバブエと言いますとですね、二千八年ハイパーインフレというのが起こりまして、はい、現在の国内経済も破綻状態が続いているということなんですね。え、ジンバブエ情勢に詳しい専門家は、兵士や公務員の給料も払えないようなえ末期症状に加えてムガベ氏が え、身内利益を鮮明にしたことが、国軍による事実上のクーデターにつながったと指摘しています。まあ、経済、これがだから、そうそう一時ハイパーインフレ。そうそう今ね、のデフレのようですよね。今デフレだと、はい、ジンバブエって典型的な、はい、なんつうんでしょうね。はい 革命やっちゃったんですよ。ジンバブエですかムカベ大統領がですね。はい、要は、ジンバブエって農業大国だったんですね。はい、だから、食料とかは過剰に生産できてたんですよ。なん、はい、で,でかというと、白人の農場主さんたちが、その資本とかノウハウを持ってて、それで生産してたんですよ。はい、で、ムカベ大統領何やったかというと、その白人の農場農場主さんたちを追い出したんですよ。はいはあ だから一気に農業生産力がなくなってしまって、ハイパーインフレになっちゃって、っていうような形で、も経済崩壊状態で、今デフレになっちゃいましたと。いうことなんですよね。だから、経済について取って何が一番大事なんですかっていうのが、このジンバエの事例見たらわかるの、はい、金の問題じゃなくて、生産能力なんですよ。 それをねわざわざ自分で潰したっていうね、史上最悪の愚かな大統領です、この人は。えー、そうなんですね、はいまあ、白人から黒人へっていうね、ノリ、まあ、はわかりますよ、ノリはわかりますけど、えーはい、現実の経済っていうのは、ド素人の方々が経営握ったって、何もできないんですよね、えーはい、で、えー、みんな追放されましたからね、白人の方々は。は<ー>まさ、あ、に革命でしょ、えーはい、結果、こんなことになっちゃった、ね、なってるとととといいいううここででですすねその向上大統領が辞任は以上ニュース目玉焼きでした。<music> 時刻6時30分です。今朝のコメンテーターは経済評論家、三橋隆明さんです。この時間、三橋さんにお話しいただくテーマ、こちら。ドイツとリビアのグローバリズム。 この時間、ドイツのメルケル首相に関する話題です。9月に実施されましたドイツ総選挙。その後のですね、連立政権の交渉が決裂。長期政権を築いたメルケル首相、窮地に陥っています。えー、三橋さん。はい。これ、今後どういう道が残されているんでしょう。あの、連立政権が組めないと、はい、メルケル首相としては、えー、まあ、緑の党と組んでね、はい、少数与党で政権運営するか、はい、あるいは再選挙、再選挙ですね。はい。 でどちらかしかないんで、もう安定政権維持できる可能性はほぼない状況です。はあはあ、で9月の総選挙で、ええ、AFD、ドイツのための選択肢が躍進しまして、はい、94議席を獲得しましたね。はい、いきなり3第3党になったんですけどね。ええで その与党の CDU、CSU、まあ、キリスト教民主社会同盟ですけども、まあ、議席が減ってしまったので、自由民主党と緑の党と連立交渉してたんだけど、この時点で私は笑ってしまったんだけど、緑の党と自由民主党って水と油ですからね。要は、自由民主党は規制緩和民営化、企業よりなんですけど、緑の党はもう逆、もう思いっきり左翼なんですよ。はい。どうなのかなと思ったらやっぱりできなかった。できないはただなんか問題は移民問題らしいんですね。はい。だから、緑の党ってのは移民に大変寛容 なんです。で、ジェミスはまあちょっと逆の方向なんですね。どちらかというと。結果的に、その、まあ CDU, CSU と、自由民主党と緑の党、この三つの連立っていうのはね、花から無理があったんですね。本来は、社民党をね、連立に加えたいんです、メルケルとしては。そしたら成立するんだけど、社民党は連立に参加しないという、方針変えていないために。言ってますもんね。ってます。もうちょっとダメなんじゃないかな、という感じです。あの、よくドイツメルケル首相、首相、じゃあ大統領いるかっているんですね。いますいますええあの、シュタインマイヤー大統領っていう人がいるんですけども、でもやっぱりあの、ドイツのその、 政治のシステムとしてはやっぱり首相がメもちろん。え、動いてるということなんですよね。ですから、その大統領は新政権の形成の努力をしてほしいと言ってはいるんですけど。少数与党しかないですよね。じゃなかったら再選挙になっちゃうんですね。まあ、だからこうやって妥協点が見いだせなかったということなわけなんですけど、それがだから、移民、難民、環境など、そういう政策で見いだせなかった。見出せなかった。と自民党のリントナー党首は言っていますから。 じゃあ、今後どうなっていくのかって言ったら、<の>先ほどおっしゃったみたいに、まあ、もう一回選挙するか、選です,、ね、そうするかのどちらかってことですよね。はいうん、さて、あの今、移民という言葉が出てきたんですけれども、はい、移民というと、停戦に向かっているリビアも今、大変なことになってるです、ね、あの私、リビアについてね、えーその、ある意味、究極のグローバリズムですって言ってるのは、はい、内戦になっちゃって。はい で、政府の規制が、規制というか、まあ、あの、ま、秩序維持ですね。秩序維持のそういう行動がもう取れなくなってたんですよ。はい。結果何が起きたかというと、アフリカ人たちが続々とリビアに北上して、そこで自由に、 あの、その交渉して密謀、あ、密、密講、密講者たち、あ、密講社のそのブローカーですね、はい、ブローカーたちと交渉して、続々と来た、あの、アフリあイタリアに渡ると。いうビジネスがですね、勃行してたんですよね。はい。だからこれはまさにね、はい、あの、政府の規制なしで、な、はい、しで、自由に人が移動するっていう意味でのグローバリズムでしょ、はい、と。いうひねこ言ってたんだけど、はい、それどころじゃなくて、なんと、奴隷攻撃されてると。奴隷アフリカ人が捕まって、奴隷として売られてるんですよ。はいうん っていうレベルになっちゃってるんですよね。ねえー。何でもありになっちゃう何でもありになっちゃう。だから、ね、政府のね、えー、規制をあの緩和しましょうっていいんですよ。はい、いいんだけど、えー、究極の状況ってのは今のリビアですよ<ー>、はい。もう人間が人権守られないで、えー、で、全部お金、ビジネスとしての、その商品として取り扱われちゃうんですよっていう現実が今のリビアからわかるわけです。えー まあよくね、あの自由っていうのはいいことなのって言いますけども、全てがこういうふうに。リビア自由ですよ。ええ。自由ですもう自由です完全自由ですだから何やろうと自由ということになっちゃうんで、すべては自己責任ですよ、と。うん。だからグローバリズムの本当究極系が今のリビアだと思います。そうなんですね。いやー、だけどそのね、ちょっと前まで移民難民をイタリアにこう高いお金でね、送り出す。今もやってますけどね。今も。高いんですね。20万円ぐらいなんですよ、一人。これはだからかなり高いってこと。高いと思いますよ、アフリカ人にとっては。で、それでゴンボートで沈んでも、 もうね、別に保証もないし。あ、まあ、自己責任。自己責任。ですね。だからなんかほら、西アフリカからアフリカ人が大量にアメリカに奴隷として売られてったじゃないですか。あれと同じじゃないの、今のリビアって。というふうに私は思う。ええ。グローバリズムってだからね、素晴らしい素晴らしいって言ってる人も多いですけども、まあ、究極のこのグローバリズムになっちゃうと。まあ、結局バランスですからね。だから今、行き過ぎたグローバリズムっていうの是正が世界で始まってますけど、当たり前ですよね。えええ。それが今、リビアで見られると。行き過ぎですよね、リビア明らかにね。 えー、自由がいいってなったらリビア行きゃいないじゃねえかと話になっちゃいますよね。ええー。はい、まあ極端ですけどね。でね。でもそういう面もあるんだということなんですね。うん、はい。また後ほどお話をお伺いします。時刻6時41分です。 今朝のコメンテーターは経済評論家、三橋隆明さんです。今朝もいろいろなニュースが入ってきています。これ読売新聞ですね。アメリカ政府が北朝鮮をテロ支援国家に再指定しました。国際社会における北朝鮮の一層の孤立を図る狙いがあります。アメリカの財務省、今日にも北朝鮮に対する大規模な追加制裁を発表する予定で、北朝鮮が核ミサイル開発を断念するまで圧力強化を進める構えです。 今後は北朝鮮だけでなく、北朝鮮と違法な取引を続ける中国などの第三国の企業への制裁、これも念頭に置いていると見られ、中国などに北朝鮮への圧力強化、これを促す狙いがあると見ています。微斯さん、あの、まあ、あの、今お伝えした通りですね、アメリカが北朝鮮を再びテロ支援国家に指定しました。つい先日、あの、習近平、中国の習近平国家主席の特使が、 で行ってで新書を渡す渡さないっていうのがどうもあったようでね。はい、でね結果的にはどうも渡せなかったというような、うん、あの、金正、えー、委員長と会えなかった、はい、ということのようなんです。うん、それを見て、 この、テロ支援国家再指定したんじゃないかなんて見る向きもあるんですね。なるほど。ね。プレッシャーかけるために。これどうなんですかね。あのね、あの、日本人が誤解してますけどね。はい。もう今経済制裁してるわけですよ。はい。激しく。ええ。多分次国連決議はラストの、ラストとなるぐらい厳しいものになるでしょ。もしやるとしたら。これってね、もうすでに戦争状態なんですよね、事実上の。ああ、ええ。だから、その弾、ピストルの弾とかね、大砲の弾が飛ばなくても、事実上の戦争が始まってるって認識持たなくちゃいけないと思いますええ我が国は。でも 我が国も完全に巻き込まれてるんですよ。はい。ええ、もうすでに。すでに。だって戦線復されてますからね。我が国が北朝鮮です沈めてやる。沈めてやると言われてますからね。ただこれで北朝鮮、まあ圧力一層アメリカ側が強めました。そうすると北朝鮮はどう出てくるのか。うん。ですよね。今までのパターンだったら、例えばもう本当にグアムの近くにね、ミサイル飛ばすとか、あるいはさらなる核実験ということになりますけど、そうすると国連決議で、ラストの最後の国連決議になるでしょうっていうのは、 そこまでは見えてると思いますよ、さすがに。ただこれでね、はい、じゃあ、あの、じゃあ核ミサイル開発やめますかって、これは北朝鮮の本当の国家戦略の根本なんで、はい、結局だから、あの、まあ、解決策が、まあ、なんでしょうね、平和的な解決策がかなり難しい状況だっていうのも理解すべきですね。はい。はい、えー、あとあの、韓国と北朝鮮の軍事境界線がある板門店で、はいうん、13日に、 韓国側に亡命した際に銃撃を受けて意識不明だった兵士、北朝鮮の兵士ですよね。えー、この男性が意識を取り戻したということですよね。はい、じゃあ、この兵士の口から何が出てくるのか。あるいはね、この兵士の報道がね、はいはい、されていること自体も、その例えばですよ、将来的なアメリカのね、まあ、北朝鮮に対する軍事行動の、まあなんつうんでしょうね。 あの、正当化され、大義名分的な話にはなりますよね。えー、今回の,のテロ指定国家の中に、あの、アメリカ人の学生のオット・ワンビアス。 が、昏睡状態で北朝鮮から解放されて亡くなっちゃったって事件がありましたね、6月に。それも、まあ、理由ってことなので、要は、まあ、アメリカはなんかやっぱり、その、まあ、将来的な攻撃の可能性を念頭に置いて、北朝鮮は、まあ、悪なんですよっていうような世論調査をしているように見えます。それは間違ってるら大事って言わないけどね、ええええ。はい。さあ、それではここからはですね、ミサイさんにこのテーマでお話しいただきます。日本の食料安全保障問題。 この時間はですね、日本の食料安全保障問題についてお話を伺います。日本の三橋さん、米事情が問題らしいですね。はい、そうなんですね。えー、あの、皆さんにぜひ認識していただきたいんですけど、はい、1945年に、まあ、大東亜戦争に負けました、日本が。はいえー、その後ですね、我が国はアメリカの余剰穀物の飼料として食生活まで変えられてきたっていう事実があるんですよね。はい。 えー、昭和35年にはですね、えー、日本人の1日の摂取カロリー、まあ大体2300キロカロリーぐらいですけど、ね、はい、その中の1100、あ、1106キロカロリーだから、えー、半分ぐらい、米だったんですよ。えー、今ね、549キロカロリーだから大体半分になっちゃってでは,<ー>はい。えー、で、反対側で小麦、あと油脂類、うん、そして畜産物の摂取で我々はカロリーを取るように変えられてったんですよ。<ー> そうか。確かにね、パンだとか、そういったものですよね。でも、パンってやっぱ学校給食ね。あの、アメリカってすごいなと思うのが。うん、はい。 そのマーケティングによって日本人の食生活変えようって言った時に、当時ね、オレゴンとかの小麦が余りまくってたんですよ。過剰生産にしったのね。それを日本の給食にただでくれたんですよ。これ使ってくださいと。で、当時日本食料事情悪かったから、アメリカ産小麦を使ったパン食への切り替えが進んでいったんです。子供の時にパン食を覚えると、大人になってもそれを使うでしょ。う食べるでしょ。うとさらに、パン食が増えると、おかずはなかなか魚とか難しくて、 はあ、そうですね。で、畜産物はね、日本の畜産業が成長して生産していったんだけど、えー、その、じゃあ、例えば牛さんとかさん豚さんとかが何食べてるかというと、えー、アメリカの配合飼料なんですよ。はあ、穀物から作った配合飼料。結局アメリカなんですよ。えー そういうことなんですね。今、ふっとこう、学校給食を生み出しましたけどもね。<laughs> うん、あの、ワンタンスープって好きだったんですよ。はい。えー、えー。でも、パンにはあんまり合わない。<laughs> 合わない、合わない。ご飯です、ええー。あの、単体で両方美味しいんだけど、これ合わないな、と思いながら、<laughs> まあ、そういう学校給食いただいてましたけど、あの、でも、その、うん、アメリカのその食料ですとか、うん、まあ、飼料がですよ。はい。あの、まあ、あの、動物たちっていうかね、牛とかそういったものたちが食べるもの、飼料がなく、 では日本人の食べるものがないのではないのかという気もしてくるんですけども、その日本の自給率ですよね。これどのくらい？やっぱり一番重要なのはシビアなのは穀物自給率だと思うんですよ穀物ないと本当に死んじゃいますから人間は。で穀物自給率我が国は二十八パーセントわずか。米はね百パーセント自給なんですよ。でもね。 米の生産量って、1970年頃は1400万トンだったのが、だんだん減らされていってまして、昨年は主食用米で750万トン、まだ大体いい半分になっちゃってんですね。はい だから、米をフル生産したところで、日本人の穀物の、その自給っていうのはできないですね。はい。もう。えー、だからもしアメリカとか外国からの穀物の輸入が止まると、半分以上植えるでしょうね。はあ<ー>。間違いなく。っていう状況なんですよって、えー、ことです。それが、だから、もうまさに現実。現実。ことなんですよね。なんですね。ええー。だからね、アメリカって当すごいなと思うんですけどね。えー、日本人に米を食べさせないで、小麦に切り替えさせるために、様々なことをやったんですよね。 キッチンカーって言って、はい、その今なんか屋台みたいの出すと、あの、えー、バスみたいのあるじゃないですか。あ,すあれを全国走らせて、えーえー、お母さんたちに小麦の料理法とか教えてったりとかね、<ー>あ大豆の料理法とかですね。えー、さらには、1930年代だったと思うんだけど、うん、大学教授に米を食べるとバカになるって本を書かせたの。えー はあ、その大学教授こそがバカなんじゃないかと、個人的に思うんですけども、ええ、そういうのでマーケティングやってたんですよ。ええ、だ30万部売れたんです、そうい,う本がいや、それはだってびっくりしますからね。林さんという教授が書いた頭脳っていう本なんですけどね。えええ,えって感じですよね。ええ、そういう形でじわじわ、じわ,じわじわと輸入穀物に頼らざるを得ないような形に体質変換されてったんですよ、我が国は。はあ あの、昔の日本はね、だってもっとお米育てていたわけですからね。はい、そ、はい、ええー。まあ、それがだから消費量も減ってくれば、そう。どうしたって作付面積も減って。減かもく、ね、る。しかもね、問題なのが、えーはい、日本の米の生産性がガーンと上がっちゃったんです<ー>つまり、生産性が上がって米の生産はできるんだけれども、需要がどん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 減っていったんですね。はいその。そういう状況で放置しておくと、多分米が暴落します。 はい。すると、あの、農家バタバタ潰れちゃうから、うん、その、いわゆる減誕政策、はい、要は、あの、作付けをしない。 そういう、え、田んぼを割り当てて、ええ、で、みんなでその負担を分かち合ってくるって形で、しのいできたんですよね。はい。でも、だん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 、やっぱり作戦面積が減ってきまして、ええ、1970年頃は、あの、300万ヘクタールだったのが今半分。はい。でも、需要がそれ以上にちっちゃくなっちゃってるんで、価格の維持ができないんです、ええ、はあ。その減反政策ですけれども、<laughs> なんかもう終わりに近づいてそうなんです。来年終わるんですね。ええ、で、減反政策っていうのは、はい、例えば、えー、米を主食用米じゃなくて、 え、その、資料前に切り替えましたと。はい、ただそれはもう減担と認められるわけですね。はい、で、補助金とか出るんですよ。はい、で、それでなんとかしのいでたんだけど、多分補助金も、ああ、でしょうね。もう終わり。えっ、となるとその先どうすればいいのか。<laughs> この後はですね、簡単なんですよね。えー、はい。 要は、みんな自由に作りなさいってことになりますと、あの生産性が高すぎるから、日本の米っていうのは。だから価格暴落ですね。で、弱いところから潰れていくですよね。はい。本来だったらね、政府ってのは、その所得保障とかね、これヨーロッパやってますけどね。あるいは輸出補助金。これアメリカなんですけどね。米の生産能力を、能力を維持しなくちゃいけないんですよ。もうフルに生産してくださいと。余ってもいいですよとやんなくちゃいけないんだけども、これやらないですね。 輸出補助金っていうのはヨーロッパやってますけども、えー、これは多分、まあ予算的な問題で、ということころでできないですね、と。はい、で、あ、ごめんなさい、外もそうです、ね。です、ね。外です。で、アメリカは輸出補助金なんですけどね、はい、アメリカっておごくって、えー、WTO って世界貿易機構って、はい、輸出補助金禁止してます。はい。でもやるんですアメリカ。 どうしてできるんですか、ね、あれはね、<っ>あの、国内と輸出関係なく、<っ>その、再生産価格、農家が再生産できるような価格、これ目標価格って言うんだけど、<っ>それを下回ったら補填しますよっていう、<ー>そういう考え方になってるから、<っ>国内にもやってるから、輸出企業のためじゃないし、輸出の穀物のためでもないから、輸出補助金じゃない っていう、こういう理屈であったんなんだかよくわからない。理屈法的であればどう考えたっんですかね。ええー。はあ<ー>。え、でも、その、例えばじゃあ今後日本のですね、はい、え、今、三サさんがおっしゃったようなことっていうのは政治家、うん、気づいてるんですかね 気づいて、どうなんですか政府自ら、例えば、種子法の廃止とかね、減反の廃止とかという形で、日本の、その、食料の自給率を引き下げるような政策ばっかりやってますから、農協改革もそうだったんだけどね。はい。はい。だから、その、私もむしろ、日本の農業はどうでもいいと思ってんじゃないかなっていうふうに恐れてる。日本の政治家がですよ。はい。別にいいじゃないか、外国から輸入すれば。それはね、平時はいいんだけどね。向こうで非常事態が起きた途端に輸出されなくなるんだよっていう常識ぐらいわきまいよって話です。そうですよね。だってアメリカだって、 ア洪水来きちゃったりとかね。まあ、それこそ農業的にも被害を受けてるわけですから、そうなった時には、これも毎回言ってますけども、困った時には自国有利ですからね。当たり前ですから。と、あの、先ほどのお話の中で余ったからあげるようじゃないってことなんですよね。そうですよ。余らないんだから。余らないんだから。だからね、あの、こんな、こんなに食料輸入してる国ってね、世界の中でも、主要国だと、シンガポール、香港、日本ぐらいね。シンガポール、香港わかりますよ。農業する場所がないんだから。日本はあるのに、こんなこと。 やってるということでね今恐るべき状況だと思うに改めて食べるものってのやっぱり自国でねある程度抑えておかなきゃいけないとイギリスはね全体的な自給率は40%ぐらいで日本より低いんだけど穀物自給率だけは100%それは当然ですよね国民の命守ろうと考えた場合ははいまあ何かあった時にはそれが穀物だけはって感じでやってる立派な国ですねへえだから少なくとも穀物はそれぐらい重要なものだっていうことなんですねでももう手遅れですけどねえ はい、え今朝のコメンテーターは三橋孝明さんでしたはいエンディングです山形県天童市のおいしいラクランスプレゼント当選した4人発表です大泉ブルースさん当たりましたおめでとうございますえ塚ちゃんおめでとうございます夏目さん当たりましたそして4人目森高ちゃんですね当たりましたおめでとうございます 今朝のコメンテーターは経済評論家、三橋隆明さんです。こういうニュース、日本経済新聞に出てますね。三菱商事、あとみずほ銀行などが、空港、道路といったインフラに投資するファンド、月内にも立ち上げます。運用額は最大1000億円で、国内のインフラファンドとしては最大だということです。財政負担を軽くしたい国や自治体が、公共施設の運営権を民間に売却する例、これが増えているということで、流入する投資マネーが公共インフラを支える 形です国内のあるシンクタンクによりますと国内のインフラファンドの市場規模推計で2000億円弱公共施設の運営権などを主体にした大規模なインフラファンド初めてと見られるということなんです、うん、この動きはいかがですか、はい、つまり財政悪化ですから財政問題があります、はい、という形で、はい、インフラに政府が投資をしなくなるんですよね、はい でもインフラ維持されなきゃいけないんですよ。じゃあどうするんですかじゃあここの部分を民営化してって形で、それで、要は既存のインフラのビジネスに民間企業が参入して儲けるって、いわゆる連投シーキングなんですよ。はい。はい。もう典型です、これ。あ、そうですだからあれですよね。寺島さんもうファンドに金出す方がいいですよ。絶対儲かる、これ。あ、儲かります儲かりますよ。だって、インフラっていう既存のビジネスがあるわけだから。新規ビジネスじゃないんですよ、これ。政府がやっていたのを民間がやります。代わりに使用料とか利用料取りますよ。それは税金から払われるんですよ。絶対儲かるでしょ。そうですね。お金がないんだ、これ。 <laughs> 投資する金がない人はどうすれいんだっていうね。あ、そう。でも、こういうのが、じゃ、あ増えてくるってこと。これから増えてくるですよね。<ー>だから、その要は、大元のね、財政問題があっていうのが解決しない限り、こうやって民間のビジネスになってきちゃうんですよね。<ー>これが一概に悪いって言わないんだけど、でも、これ、今回の話は絶対に新たな付加価値はない。はい、政府がやっていたの、民間がやるだけなんだから。はーはーそうじゃないでしょう。とビジネスってのは。はいうん、本来だったら、これは、やはり、国がやらなき。ゃいいけないもちろん、まあ、地方自治体がやるべきなんですよ。ですよね、はい。なぜならば、地方自治体とか政府は儲けを目的にしてないから。はい、別に利益でき出なくてもやるんだけど。こういうファンド。 利益がが出ないとインフラ撤退ですよねそうですよねだから儲からないやめようよってでもそれやめられると困るから結局政府が利用料出すんですよだからソウルの地下鉄とかで外資系が地下鉄持っちゃって爆買いの利用料取ってって問題になった要はね乗客が誰もいなくても利用料払われるんですよそういう仕組みになっちゃうんですよねいずれにしてもだからねその補填は政府がします政府じゃなくて国民の税金ですからそうか税金からやるんですよでもファンドに投資した人は儲かるからやったらどうですかと言っていんですねそうなるんですね さて、えー、続いては産経新聞なんですけども三菱 UFJ フィナンシャルグループ現在4万人いる、えー、三菱東京 UFJ 銀行の従業員、えー、平成35年といいますから、えー、2023年度末までに6000人減らす方針明らかにしましたまた業務効率化の一環として平成35年度までに、えー、現在ある516店舗のうち70から100店舗を機械化店舗に転換する<ー>ということです、えー、大手金融ググルルルーーププフィナンシャルグループが全 体の4分の1に当たります1万9000人の従業員2026年度末までに減らす、まあ、こういう経営環境が厳しさ増す中ですね大規模な効率化に踏み出す動きが相次いでいるという記事なんですがこちらいかすかこれは当然の動きですよねでね,ね最近あの日本の学生さんがど,こどういう会社に入りたいですかって聞いた時のアンケート調査で、えー、上位が銀行を占めてたんですよはい いやちょっと時代を見る目が間違ってると思いますよ私は、えー、はい。えー、だって絶対 AI 化とかされていくに決まってるじゃんてもうされてるわけですよね、はい、これからね本当に儲けたいんだったらね、えー、対人サービス 人が動かずらいないサービスをどうやって生産性を上げるのかというのが絶対儲かると思います銀行とかはやっぱりね AI が使ってますねまあそれこそそういったものにとって変わられるというのは見えないから銀行に入りたいとかまだ思ってる学生が多いっていうのがやっぱりちょっと情報の問題だと思うんだけど時代が見えてないと思うなるほどポイントは人対人サービスのが絶対儲かりますただ生産性を上げる必要ありますよああそうですね労働主役型じゃだめですよああはいはですね労働主義の方じゃですよああ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 あというこああ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  だってね、これまで本当と三橋さん今言ってみたい上位ね、うん、人気ランキング、会社の。見事に銀行をやる。銀行なんです。銀<行>じゃあこれからこれがガラッと変わる。変わらないとまずいと思いますよね。うん、学生が見えてないってことになっちゃいますからね。ああ、そういうことなんですね。はい。えー、やっぱり世の中動いてるなってのが実感ですね。うん、今朝のコメンテーター、経済評論家、三橋隆明さんでした。三橋さんありがとうございました。ありがとうございました。